今回ご紹介するのは、長崎ペンギン水族館で働く田崎聡さん。田崎さんの好きは何ですか？私は長崎ペンギンラバーズです。ペンギンの飼育員になって11年という田崎さん、ペンギンの魅力を教えてください。やはり一番可愛らしさがあるっていうところですね。そこは魅力だと思います。もともと魚の勉強をして水族館に入ったんですけども、そこで最初の年からペンギンに携わることになりまして、そこからいろいろと勉強をしていったんですけども、ペンギンも面白いなと思いながら、はい、もう11年になりました。可愛らしくもあり、たくましい部分も多いなというのが驚いたところですね。長崎生まれのペンギンが多いんですけども、こちらが教えてなくてもやはり本能で子育てもしますし、卵も上手に抱きますし、力も意外と強くて体筋肉質なんですよね。泳ぐ時も手だけで泳いであのスピードを出しますので、野生動物なんだなというのはすごく感じています。これからも大好きなペンギンたちに関わっていくという田崎さん、長崎のペンギンがもっと盛り上がるといいなと思っています。長崎といえばペンギンと言われるぐらいになれば一番嬉しいです。はい、キングペンギン、やはりこう立ち姿もこう誇らしくていいですよ、ね、なるんで、はい、胸張っているところが。人の数だけラバーズがある。次回はどんなラバーズに会えるのか。